うわでもあのクルークのマジ事故ないわ本当に。あとユウちゃんとかって使ってないんだっけ俺。あれなんか切れた。ペッタンペッタンツルペッタン。ラヒーナ使っちゃう、ユウちゃん使ってないんかまだ。これはテッ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 テ。うまいこの連鎖のさばき。我ながらこの判断は良かった。なんせ俺は中学生時代このラフィーナを使ってモモケンに勝った男だからな。10位のやります。実話だよ今の。今実話やからな俺。よっしゃ、多分だけどこのぐらいだったらあともうセカンドポンと適当に打つだけで勝てる。返される、もしかして返される。でもシェドってフィーバー弱いんだよな。よし OK 一勝。伸ばしやすい形になってる。あ、本当にしょうもないミスだけはやめよう。3連鎖取った。4連鎖。あーでもあえてうまいな。本戦でかい、でかい本線なりそうだな。相手今のイルギスめっちゃ力入ってましたよね。これ本線勝負は13か。多分勝てねえわ。勝てなくね。黄色飛んでるし。同色のダート消しは弱い。伸ばしてみようと思ったけどちょっとこのツモがかなりね積んでるんだよな。ユニさん意外とシェド使い慣れてんな。なんかシェドのこのなんかアニバーサリーの版のアレイヤードってなんかちょっとそのぷよぷよ2の言い方に似てる気がする。アレイヤードって伸ばすんじゃなくてアレイヤードみたいな。ほんとプヨ2のシェド何言ってるか分かんないからな。もうだから何そこに落ちんだよ毎回よ。結構負けたくないぞほんとに。うんうん、2ダブ打ちますか。こういう複方の意識が欠けていた気がする俺は。今日通じて相手ひどい一歩でした。
よし、一気に崩したぞ。あ、ミスった。これは、う、撃ちます。ここでフィーバーインされるのちょっと嫌だな。ただもうセカンドで、俺がちゃんとセカンド組めれば勝てる試合。勝つのも負けるのも俺次第だ。オッケーオッケーオッケー。まあツモツモでしょこれで。これうまい。青これ、この10連鎖、もうこれ行くやろ。逆にもうこれを返されてしまったら、モルトシアはもうね、お手上げですわ。よし。まあ、勝ったな。オッケー、なんとかラフィーナで、引き戻した。とりあえずまだユウちゃん使ってないから、ユウちゃん使うか。でそれ以上行くと俺もう同キャラ使わざるを得ないんで。で俺よくやったでしょ俺ね、ちゃんとルール守ってね、ここまでね来たわけですよ。次の試合これ勝ちたいな。だからこそ多分ね、相手アルルでしょ。アルルとユウちゃんって絶対相性いいはずなんだよね。ユウちゃんの方がユウちゃん側が有利なはずなんだよ。ただもちろんだから相手にこうやって連鎖組ませないためにもういきなりか仕掛けていくスタンスが大事。連鎖バンバン組むんじゃなくて、そのやり方で勝つ。これが3連鎖。オッケーオッケー、全然大丈夫。あ、おっしゃ、これ結構折り返しうまいよ。あー緑爆発するのかな。しーや、したわしたわ、返せ。よっしゃ、オッケー。これもう即打ちたい、即打ちたい、即打ちたい、あ、即打ちたいけど、まあ、多分いける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 。よっしゃー、これ多分この戦法使ってればね勝てるよ、アルロには。ゆうちゃんは絶対に。ミスった、ミスったけど、いいんだよ、別に俺で。もうぐちゃぐちゃでいい。何も考えない。で、ちょっと仕掛けの遅かったかな。死にました。しかーだからまた画面が。ちょっと落ち着いて水を飲もう。なんでなんでなんで、なんかバグったバグった、パソコンがバグった。ああーなんかバグった。あーもうちょっとやめて。これでも、うわぁ、しくったか？相手が、よし、相手がもう、
6連鎖ぐらい打たれるとちょっときつくなっちゃうから、ぶっちゃけ6連鎖で死ぬ男なんで、ゆうちゃんは。ちゃ、ゆうちゃん女か。やばい。オッケー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 。ハルル側が、まあ連鎖でもそこそこ組んではいるけど、多分7連鎖もないんじゃない。7連鎖あった。で俺もフィーバーインして追撃かける。この6連鎖がボディーブローのようにね効くはずなんで、さらにこの追撃の、ちょっとこのルールマジしっかりしてくれよ。このゲームなんで落ちてくんだよ。落ちてこないじゃないのそこ。ちょっとマジクソゲーすぎるわ。アニバーサリークソすぎる。もう泣きたい。繋がんね。これ全然繋がってないか。繋がってるやろこれ。繋がってるよ。繋がってる。繋げたもん頑張って俺。繋げたもん。ほら見ろ。もう連鎖組んでる暇ないから。あ、勝った。まだわかんない。よっしゃー、まさかの逆転。いやー、ここだという時に今日フィーバーで見せるな俺。さあ次最後の一戦、まさか9対9になるとは思わなかった。ごめん俺。あれ、そうか、俺ウィッチ使ってないのか。これで綺麗に全キャラ使ったことになるのか俺。最後まさかのウィッチとカエルが戦うっていう。え、てっきりウィッチ使った気でいたよ。よく思い出した俺。ただこのどんぐりガエル注意なんだよな。何回か言ったけど、やっぱ連鎖組みやすいから、やっぱユニさん連鎖上手い人なんで。あ、やめてくれー。うわ。次で赤。あー、赤が引けない。きついな。これ逆にフィーバーに入れさせてくると思うよ、相手は。この状態フィーバーに入っても仕方ないんだよ俺。俺ほんとフィーバー伸ばすの天才的にうまいわ。ただ返せないけど。くそー、ウィッチよー。退落組め。これなんかね、やべえ、あそこに青が置けねえわ。どんぐりガエルいい感じのやつ組んでんな。まずいな、ちょっと非常にまずい。これは非常にまずい。
非常にまずい展開ですね。うわー、しくったか。さっきのフィーバーの足レベルのが できないときつい上にもう一発、それでなおもう一発打てなきゃ無理だこれ。それが何を意味するか。ダメだ、ダメだった。ありがとうございました。うわー、悔しいなー、くそー、意外とあっさり負けちゃったからなこれ。はい、大変ありがとうございました。ウィッチの練習をしてこなかった俺が悪い。いや、ウィッチとの愛情をもっと育んでこなかった俺が悪い。やっぱ俺がね、浮気ばっかりしてたからね。ウィッチとのやっぱりその、ね、いろいろな相性が、噛み合ってなかったなと思います。またちょっとフィーバー練習してね、ちょっと、彼にはリベンジ妹を思うと思いますので、その時はぜひよろしくお願いします。ではまた、実況動画、フィーバーの実況動画でお会いしましょう。はい、さよなら。